板垣理人さんです。初めてジムという場所に足を踏み入れまして、板垣理人さんです。ドラマ四十からでは18歳差の恋をする繊細な役を見事に演じきりました。放送開始から爆発的な反響を呼んでいるドラマサイレントでは主人公の弟役を務めて話題に。個性の強い難しい役までこなす幅広い演技力で注目を集め、作品に出演するたびに圧倒的な存在感を放っており、今後の活躍が大きく期待されます。それでは板垣さんにはトロフィーが贈られます。おめでとうございます。板垣さん受賞おめでとうございます。板垣さんをネクストニュース賞に選出した三木隆博さんからのコメントをご紹介いたします。板垣理人君のまとう儚さに心惹かれます。そこにいるのにまるで周りと時間の流れが異なるようなミステリアスな存在感、そしてその唯一無二性、今までの枠組みにはまらないオリジナリティを持つ彼のような存在が次世代の俳優の新たな地平を切り開いてくれるのではないかと期待していますとのことです。板垣さん、まず今のお気持ちを教えてください。そうですね、本当にこのような華やかな場所にお招きいただけて本当に光栄ですし、何よりも名前を挙げてくださった三木監督に本当に心からお礼を申し上げたいです。そうですね、12月っていう今年も終わる、もうすぐ終わるところに今年1年のご褒美をいただけたような、そんな気分です。ありがとうございます。そうですね、個人的なものですけど、初めてジムという場所に足を踏み入れまして、今まで全くこう縁遠いところだったんですけど、ちょっと初めて行ってみまして、それはちょっと個人的に一大ニュースかなと、はい。これ体をこう鍛えようと思ったきっかけが何かあったんですか？そうですね、ちょっと体を動かすような作品がありましたので、ちょっとそのためにというところも含め、はい、初めて行きました。体質とか体型とか変わってきました？なんか体型が、肩周りとかが、T シャツとか着てるときにマネージャーさんから、なんかついたねとは言われましたね。